もう満了思っちゃダメだ。満読んでいいの？何何が？田村様と、タニーでーす。田村様。はい。今日は車の中にいますよ。突然車に座らされて、うん、何をされるんだっていう感じだと思うんですけれども、今日やることは、はい、抜き打ち田村様のスマホの検索履歴をチェックしちゃおう。田村様が普段スマホで何を調べてるのかっていうのを抜き打ちでチェックしちゃいたいと思います。どうですか？嫌じゃないの？嫌じゃないの？嫌じゃないよ。いいの？いいよいいよ。じゃあ私ちょっとスマホの使い方わかるので、うん。はい。いや、本当にいいの？いいよ。紛れもなく田村様のスマホです。本当に？いいよ。隠し事ないの？ないでしょ。堂々としてんね。うん。行きますよ。まずは。ない。一番上は、元八幡わらびって出てきました。何ですか？これは、わらびの道場に行くためには、どうやって、行けばいいかっていうのを検索してました。はい、なるほど。いっぱい、水江わらび、上野わらび、船堀わらびってあるんですけど、これは何ですか？これは、一番近いのはどこなんだと思って、はいはい。いろいろ調べて、はい。で、また時間がちょっと狂ってきたので、秋葉原とか、から、また、わらび、わらびを調べたり。いろんな。どういうことですか？最寄りの駅、止まった駅から調べてたんですか？そう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 。どうやって行くんだろうなみたいな。そう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 。行きながら調べてたの？そうそうそう。あ、はい、そうなんですね。はい。田村様はすぐに検索をして、どこかなって調べるみたいですね。はい。で、次出てきたのが、はい、これちょっと面白いんだけど、いつ頃敬語って何ですか？いつ頃敬語？いつ頃敬語って何ですか？来年何時頃って書いて、何、あ、何時頃ってなんか、いつ頃とも読むの？あ、何時でいつ、いつとも読む、ね。うん、読むのかな？うん、それは分かんなくて、うん、その読み方が違うと何時頃ってなっちゃうわけじゃん。分かんないといつ頃って読む。ああ、何時頃っていつ頃、何時頃いつ頃って書きたいのに、うん、何時頃って読まれたら困る。そう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 。うん、でなんかよく分かんない分かんなくなっちゃった。相手もちょっと伝わってないっていうかさ、うんうんうん、そういうのがあったからいつ頃っていうの、敬語あるのかなってなんか調べた気がする。で答えは分かった？分かんないけどいいかな。もういいなと思ったもん。いいやと思った。あとはですね、あら、これ面白いですね。相互作用。相互作用、なんで調べたの？相互作用なんだっけ、なんかそれちゃんと読めなかったから、うん、ちょっと読み方を調べた。ああ、なるほど。相互、うん、なのかみたいな。相互、うん。打ってみて、ひらがなで。そうそうそう。はあはあ、相互。相互う？相互とかそういう。あと、相互あの、田村様はなんか、すごい意味を調べてることがここで出てくるんですけど、そう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 、意味シリーズいきますよ。そうそうそう、ご検討意味。ご検討、ご検討。ご検討わかんなかったの？ご検討。ご検討。はい。ね。ちゃんとの意味ってわかんなくない？ご検討。なるほど。っていうのをちゃんと調べたいなと思って。はい。はい。満了とは意味？満了も満了も調べた。満了の意味もちゃんとわかんないのよ、私。だからそういうのを調べる。それで、まだ意味シリーズ続きます。声フェチ意味。声フェチ。声フェチも。よっちゃんさ、なんか投稿でさ、私は声フェチですって書いてたじゃん。そうそうそう。そういうの書いていいのかなとか、そういうことを一応調べた方のがいいのかなと思って。こう、あまり、使っていい言葉なのかな。そうそう、使っていい言葉なのかちょっとわかんないから、はいはいはい、ちょっと調べるようにしてんな、私は。あとですね、カタカナで、お箱意味。お箱。あ、お箱、18番。うん。18番。うん、18番をお箱って読むの？ 18 番。うん、お箱って読む。って読むんだ。うん。そういうのわからないから、うんうんうん、18番って書いてある、うん、お箱って書いてある、うんうん、だから詳しいことをちゃんと知りたい。なるほど。っていうので、じゃあ最後ですけど、これ、はいはいはい、あれ、これわかんなかったのかなと思うんですけど、うんうん、協力意味って、あの、協力の意味もわかんないんですか？すごい心配になっちゃうんですけど。協力なんで調べたんだろう。協力、なんでだろうね。協力はわかるよね。
協力は私も、協力意味わかるよね。わかるわ。なんで調べたんですかって。ね、協力。いやー、田村様、はい、こんな感じで、やってんだね。うん、調べること、ね。ちゃんと調べて、そうそうそう、正しく書かなきゃいけない。そうですね。うーん。偉、はい、いね。いや何よりすごいのか、急に見せてって言っても、うん、いいよみたいなのがすごいなと思って。私だったらもうビビっちゃうから。ええー、そうなの、うん、はい。ここまでは順調に進んでいると思います。今日私がやりたかったことは、タニーの検索履歴が激ヤバだったら、田村様はどんな反応をするか、でーす。もともと検索履歴を抜き打ちで見るっていうドッキリはしてみたかったんですけれども、田村様多分普通というかそんなに意外性のあるなんかやばい検索してない気がするんですね。なのでタニーの検索履歴を事前にですね、エッチなことを検索したとか YouTube やめたいとかを検索履歴に残して捏造してですね、それを見た田村様がどんな反応をするかっていうのをやってみたいと思います。予想としてはですね、そもそもその田村様がエッチなワードをあまり詳しくないんじゃないかっていうふうに思ってまして、なので検索レベルを中学生ぐらいが調べたいだろうみたいな感じにしてみようかなって思ってます。あと YouTube やめたいっていうやつを見たら、なんで言ってくんないのっていう風になる気がするんですよね。マジで怒っちゃって喧嘩みたいになっちゃって、この企画自体がボツになっちゃうことだけが不安はあるんですけれども、やってみましょう。それでは続きをどうぞ。こんな感じなんだね。ね、みんなどうなんだろう。私も知りたくなった。知りたくなったれちゃん見せてよ。いや、私ね。ね、そうです。今日は田村様のドッキリ。ずるい。何も言わずさ、ニヤ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 ずっとしてて。いや、でも、で、車の中連れてこ、来られて。ね、何なの？自分の見せなよ。いやいや、いやいや、待って待って待って。全部やばそうなんだけど。全部やばそうだけど。マジで？ちょっとマジ本当に。やってみよう。やってみよう。どんな感じなのか、これをじゃあ、はい、じゃあ一個、はい、よ、あの適当に読み上げてもらって、はい、はい、ここでここで下にこう行くといけるんだ、下に、はいはい、はい、ビッグエコーわらび、まあまあわらびで撮影があったら、はいはい、うん、アイスリボン道場、はい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 、いきますね、うん、ボトックス注射、おでこ、これさ、値段、それさ。おでこ、おでこのシワがさ、私さ、なんか YouTube 撮影始めるようになってからめっちゃ気になってさ、うん、シワ取りたいなと思って。そう。安いところね、そうね。そうそうそう。恥ずかしいんですけど。本当にやろうと思ってんの？え？本当にやろうと思ってんの？いや、わかんないわかんない。悩み中。で、出てんのかな？気になるの？私は出るからすごい。で、あ、そう。うん。YouTube と。うん、カラオケビッグエコ、ビッグエコ、うん、ディズニー混雑、あー、ディズニーね、どれくらい混んでるかな、クリスマス、あ、行くのか、行かないけどどうだったかなと思って、いや、うん、ハンバーグソース、うんうんうん、ハンバーグの焼き方、うん、孤独のグルメ、うん、ラーメン都内、近くのラーメンこれは何何なに、え？なになに？いいの？え？読んでいいの？なになにが？ごめん。え、なに？え、なに？やばいんじゃん。やばい？え、そう？いいの？巨乳エロ動画。こらこらこら。ねずこおっぱい。ギャルのパンティーをくれ。ロリ、エロ動画。え？なにちゃん。え？これ、カットだよね。まあ、やばいやつはね。やばいの？やばいでしょう。じゃあまあ気を取り直して。プロレスの技。ホッピー通り。うん。ホッピー通りってどこですか？浅草の飲み屋街。ホッピー通りとか。浅草。ホッピー通りってあって、うん。飲み屋がいっぱいあって。はい、東京雪。雪降ったっけ？雪、いつ頃降るのかな？ああ。ローストビーフの作り方。うんうん。作ったんですか、ハンバーグとかロース。正月に作ろうと思って。なるほど。うん、チャンネル登録2000。うん。
再生数上げ方。YouTuber だもんね。ああ、なるほど。YouTube、やめたい。ちょっと、編集、つらい。ちょっと、やーなーね、これね、ここで何でも分かっちゃうんだね。検索でね。ね。谷ちゃん。谷ちゃん。これで終わりですね。なんか最後、悲しく終わってしまいましたが。辛いのはやめていいんだよ。ね。ね。うん、ね、うん。はい、ということで、今日のドッキリは、田村様の検索履歴が見たいだけではなく、うん、私が田村様が困るようなことをいっぱいわざと検索でかけといて、田村様が見てどんな反応をするかのドッキリでした。エッチなやつとかわざと、書いてそれ読むのか読まないのか戸惑うかどうかとか、うんうんうん、YouTube やめたいって書いてあったら、うんうん、田村様どう思うのかなとか、うんうんうん、いうのを、うん、ドッキリしてみました。はい、何どう思った YouTube やめたいとか見て、ちょっとここね検索ってなんか本当じゃん、私もなんか、うん、本当のことだから、うん、やっぱね検索しちゃうちょっと涙が出そうになったけど、え、なんで、なんで、涙が出そうに、どういうこと、え、どういうこと、え、ちょっと、田村様が泣く、ちょっと、なんで泣くの、なんで泣くの、どうしたの、どうしたの、え、ちょっと、田村様、神回になっちゃうんですけど。なんで、なんで、どうしたの、どうしたの、何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 、うん、何、本当じゃないってこと、うん、本当じゃないよ、わざと、わざとだよ、やだやだ。え、よっちゃんちょっと、今の気持ちを教えてください。なんで泣いてるんですか？いやいやいや、だから本当に検索、調べるってことは本当に、考えることだから。うん。本当にそう思ってたのかわいそうだなと思って。全然これ、わざと、わざと書きました。うん、知っちゃって、こう。私は、全然編集楽しいし、これからもね、せっかく田村様と始めた YouTube で、少しずつだけど、見てくれる人増えてるじゃん。だから、頑張っていきたいと思ってるよ。これは、嘘ですよ。全くの嘘です。信じてください。はい、大丈夫ですか、うん、なんか、感動会に、二人の絆を、私は本当に頑張りたいと思ってる。これからもよろしく。ごめんね。ドッキリしてごめん。でもこれからもしちゃうかもしれない。大丈夫？はい。はい。じゃあ、私の予想外の展開になってしまいましたけれども、これからも田村様と谷頑張りますので、応援よろしくお願いします。今日はこの辺で、さよなら。よっちゃんごめんね。ごめんね。